はい、では弊社の緩和大歓迎と私のギルガメの強さは変わりませんということで、その理由をお話ししていきたいと思います。で、まあそれに伴ってディーン、コストの問題とかいろいろあると思うんですけれども、私はディーン、コスト80でそこそこの性能で出すより、コスト100で強いディーンで、かつかけらの価値が、まあ、80、90と変わらないということで、お得感があるディーン出すことによって、まあ引きたい気持ちをアップさせるっていう意味では理解できるのかなっていう感じはしてます。まあ、実際80そこそこのディーンはちょっと魅力感じないですけど、コスト100で、まあ、それを強さの指針とはっきりと運営が言ってるので、80で出すより100の方が明らかに強くなるとは思うんですけれども、それでかつかけらコストが安ければ、まあ80、90と同等であれば、そちらの方をやはり私は魅力を感じています。まあそれの発表の仕方とかタイミングとか問題は、まああるのかなとは思いますけれども、まあそれがディーンについての感じたことですかね。で、弊社の緩和大歓迎とギルガメの話なんですけれども、まあ私のギルガメは、まあ、弊社でかけらが多く取れることになったとしても強さは変わらないです。まあ当たり前のことですけれどもね。で、もしギルガメ育っててない方がいて、まあ私のリオニスオモントのようにこれぐらいでとどまってる方がいて、その人たちがこの緩和の恩恵を受けてギルガメ育てられるっていうことについても私は全然何とも思ってないです。で、その理由としてはですね、まあリオニスオモント89まで、まあできてたとして無料のような形で、まあ多少召喚なりなんなりでは引いてると思いますけれども、それによって、まあ89まで来てますけど、まあ計算しやすく120まで行くには残り200枚として89から99ですね。で、四十、まあ仮に400枚、まあ400枚だとしたら600枚ですね。これが弊社の緩和によって600枚が1日、まあ1枚だったとしたら600日かかるのが、2枚取れたとしても300日です。で、まあギルガメ、まあ、リオニスオモントが1月に出て計算しやすいんで、ちょっとそれと合わせてやってるんですけれども、仮にギルガメ89で持ってる方が1月いたとして、まあ、リオニスオモントでちょっと考えてもらった方が分かりやすいですね。リオニスオモント1月に取って89だとして、それが600日後だったものが300日、10ヶ月後ですね。10ヶ月後に120に完成すると。なのでギルガメで例えても同じなので、緩和があったとしてもギルガメ国から10ヶ月後にできるか、まあ、20ヶ月後にできるか、全然私は気にしないです。300日これから恩恵を受けられるとしても、
今ギルガメが育っていることで受けている恩恵の方が私としては大きいですね。ディオニスオモンと1月にとって育てた方も、仮に緩和が来たとしても10ヶ月かかると思えば、そんなに緩和が来たからといってリオニスオモントやヘレナの価値が下がってるとはないのかなと、私はギルガメの持ってるからそう思います。ギルガメでは、まあ、リオニスオモントを持っててもヘレナを持ってても私はそう感じますね。これが仮にまあ1ヶ月ぐらいですぐにもう課金した分波に強くなってしまったら、ちょっとなんだそれっていう感じにはなるけれども、まあ300日後に完成するって考えたら、別にもう今まで十分イベントも楽しんだし、デュエルも楽しんだし、クラスマッチも楽しんだで、ここから10ヶ月間さらに弊社で多く取れた人たちより強い状態でいられるっていうのは、かなりまあ課金した価値はあったのかな、あるのかなと私は思いますね。でこの話は皆さんも今後恩恵を受けられるので、誰にとってもまあ緩和になると思います。まあ、ディーンがコストは100だけどかけらの価値は変わらずということで、次どうなるかとかはちょっとまだわからないとは思うんですけれども、まあどちらにしろかけら1枚50元同石コスト80だとかけらの価値は50になるんですけれども、まあ100だと今までだったら100元同石ですね。まあそれが50になるっていうのはまあいいことというか、育てやすくはなるのは間違いないですね。もし今後ディーン以外のもなるとしたらですね。でまあコストの幅があるっていうのも、まあコスト制限があったり、いろんなこうこのゲームの特性を考えると、まあある程度仕方ないのかなっていう、それによって編成が変わって、持っているキャラによってまた編成も変えていろいろできるので、まあその辺はそういうもんなんだなと僕は納得しています。なのでコスト幅広くユニット今後持ちたいなと思っています。でここからは推測とか流れになるので、皆さんがどう推測されてどう捉えてるかっていうのはまた大きく変わってくるとは思うんですけれども、私はこうサリアがコスト90できてかけらの価値が変わらず、しかも発表もコスト90と同時にはかけらの価値確か言ってなかったと思うので、今回のディーンもまあなぜか、なんでディーンなんだ、なんでコスト100なんだという疑問が、まあ最初からコスト100でもかけらの価値を80、90と同等にするっていうのがあったことを考え、もしあったと言ってたのが本当だとしたら、ちょっとそれは辻褄が合うのかなと感じています。あ、だからディーンでコスト100にしたんだっていう、特別なキャラっていうほどでは皆さん感じなかったようなキャラだったと思うんですけれども、まあそういうことだったのかな。そして発表もいつも通り後出しっていうか、まあサリアの時と一緒で、
なんとなくこう、コストまた100かと思わしといての、いやいや、実は、かけら80と90と一緒なんですよっていうサプライズで喜んでくれると思ってたのかなって勝手に思ってるんですけれども、まあ皆さんその辺は推測どう感じてるんですかね。後出しだって感じてる人も多いようですけれども、私はまあ元から決まってたのかなっていうふうに感じてますね。まあその辺については皆さんの推測とは違うかもしれないですけれども、まあ真相はちょっとわからないですけどね。ではよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。